はい、今日は小田急の新宿駅に来ています。今日は1年に2回しか運転されない特急ロマンスカーに乗っていきたいと思います。はい、それでは予約していた特急券を受け取ろうと思います。今日乗車する特急ロマンスカーは相模71号の小田原行きとなっています。こちらは江ノ島21号片瀬江ノ島行きと並結を行うという趣味的にも面白い列車になっていますが、一体この列車のどこが貴重なのでしょうか。一見普通のロマンスカーにも見えますが、はい、それではロマンスカーホーム2番3番線ホームに向かっていきましょう。3番線は4番線の快速急行急行の降車専用ホームとして機能していまして、ダイヤ的にほとんどのロマンスカーは2番線で扱われることが多いです。はい、ホームでやってみました。2番線到着中の列車はモーニングウェイ32号としてやってきた3万系エクセアルファです。個人的にもこちらのロマンスカーエクセ3万系列車非常に高く評価していまして、基本的に小田急ロマンスカーに乗るときは指名買いするようにしています。この後乗車する相模71号も当然エクセの運用となっています。先発の箱根55号出発後、最終のモーニングウェイ60号としてやってきます。箱根55号に使われている3万系エクセアルファは、本来あったエクセ3万系の車両をリニューアルして生まれ変わった車両になります。3万系エクセは7編成いるうちの2編成がまだリニューアルされてない車両となっています。どちらが来るかはその時までわからないお楽しみとなっています。リニューアルされる前の原型の車両は茶色の車両ですが、リニューアルされた車両はシルバーになっています。エクセの運用自体はかなり多く設定されるので見かける機会は多いかもしれません。はい、3番線ホーム4番線側の降車ホームを兼ねているというのはこういう形となっています。で、この反対側が次の特急を待っている2番線ホームになりますね。はい、ということで4番線側急行から木田行き小田急4線系の車両でやってきました。到着した列車は新宿で降りる乗客が3番線で、新宿駅から乗る乗客は4番線を利用する形となります。改めて本日乗車する相模71号小田原行きおよび江ノ島21号の片瀬江ノ島行き6両と4両でそれぞれ運用が分かれる形となります。モーニングベイ60号としてやってまいりました。こちらも3万系のリニューアルされたエクセアルファになります。今日乗車する相模71号はこちらのエクセアルファの前寄り小田原寄りの6両となります。後ろ側の4両は片瀬江ノ島行き江ノ島21号となるようです。はい、側面の表示を見ていこうと思います。前寄り6両は小田原行きの相模71号ですが、7号車より後ろの新宿型4両は特急江ノ島21号片瀬江ノ島行きとして運転されます。私が小田急3万系エクセを高く評価している理由がこちらの分割して運用ができるという点になります。ニーズに合わせた運用が組める、これはすごい点だと思います。はい、現在座席の向きを変えているところになります。で、どうやらこちら電動で動くタイプになってますね。おそらく人の省力化なんでしょうか。点検清掃作業にかかる時間手間を省力化できる、これは素晴らしい点だと思われます。はい、それでは車両の点検整備終わったようなので車内の方入っていきたいと思います。一般的な特急用の車両ということで4列シートが並んでいる光景となっています。なんかシートが分厚くて高級感あっていいですよね。はい、シートを間近で見てるとすごいずっしりした感じがします。中央が白でサイドが青という配色独特ですよね。そしてボタンを押してリクライニングをする方式というのは一般的なようです。倒すと最大これぐらいまで通れます。見た目そんなでもないですけど、見た目以上に快適です。3万系 XL はコンセントが壁側のみついています。ほとんどのロマンスカーがついてない中、これはありがたい設備です。はい、それでは相模71号小田原行きと江ノ島22号片瀬江ノ島行きは始発の新宿駅を出発します。途中停車駅は新百合ヶ丘相模大野です。相模大野から前寄り6両小田原行きは本厚木秦野新松田に停まり、後ろ寄り4両片瀬江ノ島行きは大和藤沢に停まります。ちなみにこの列車は2022年のダイヤ改正後は相模号として単独運転を行う列車となり、また車両も MSE に変わります。はい、実は今回6号車を取ったので、なんとですね通り抜けが可能なんですよ。江ノ島号と相模号つながっているこちらの7号車と6号車の間、運転台も当然覗くことができます。ただし入ることはできないようです。反対側女子側は何も見えないですね。何もないんですね。地下鉄千代田線との乗り換え駅にある代々木上原も通過となります。小田急ロマンスカー停車パターンがかなり幅広く用意されてまして、新宿を出た列車は次は新百合ヶ丘もしくは町田までノンストップというパターンがほとんどです。またメトロ箱根メトロ江ノ島などの地下鉄直通列車に関しても次の駅は成城学園前と代々木上原は通過するダイヤとなっています。
代々木上原から先はしばらく観光線と急行線2層式の区間が続きます。というわけで下北沢を通過しました。ロマンスカーのテーブルはミニテーブルを引き出すタイプとなっていまして、まあこれビジネス需要にはなかなか辛いんじゃないでしょうか。非常に小さくなっています。ただし耐荷重は10キロまでとなっていまして、非常に優れているものとなっています。今日はここで昼ご飯を食べていきたいと思います。新宿駅で購入したお肉の創作寿司の弁当です。肉のお寿司が6貫詰まっている非常に贅沢なお弁当になっています。ローストビーフが2貫、豚かば焼きが2貫、そして鶏の照り焼きが2貫とボリュームたっぷりのお弁当で1200円でした。とても美味しかったです。列車は間もなく成城学園前の駅を通過します。この駅は北見検車区の最寄り駅となっていて、北見検車区への入出庫線はこの駅から伸びる形となっています。そのため始発列車、終着列車非常に多いです。代々木上原から続いてきた福福線の末端、上戸を通過します。代々木上原上戸間の福福線の完成は2018年3月と比較的最近のものとなっています。直後のダイヤ改正で快速急行は上りと停車と改められたため、日中この駅を通過する列車は特急ロマンスカーのみとなりました。始発の新宿からは19分で新百合ヶ丘に到着です。この駅で小田急多摩線唐木田方面への乗り換えが可能となっています。多摩線はというと夜間帯だけホームウェイ号が一時期走ってたんですが、新宿から長山及び多摩センターというのは京王相模原線との競合区間にもなってまして、京王線側も新宿始発の準特急を1時間3本設定しているほか、運賃面でも京王線に軍配が上がる形となっています。そのためホームウェイ号多摩線直通の列車は全て廃止となった一方で、京王線側は便利な着席列車京王ライナーを設定してしまったため、より差がつく形となったのではないでしょうか。今から車内の探検をしていきたいと思います。現在10両編成の前より6両にいますが、後ろより4両もそこまで設備に違いもないので、このまま6両を見ていこうと思います。現在私は5号車の車端部にあるデッキに来ています。こちらはバリアフリー対応のトイレとなっています。5号車と8号車についていますね。鏡も非常に大きくて、ベビーベッドがあったり車椅子が入っても十分広々と使える、そういう形になっています。小田急ロマンスカーには車内販売がない代わりにこのような自動販売機が設置されています。そのため喉が渇いた時とかもこうやって飲み物を買うことが可能です。はい、列車は間もなく相模大野の駅に到着です。でこの列車は小田急ロマンスカーの相模号と江ノ島号を並結成したので、この駅で切り離し作業を行います。箱根号と江ノ島号を並結する列車というのは比較的ポピュラーな部類に入るんですが、相模号と江ノ島号という組み合わせはこの列車が唯一のものとなります。そのためダイヤ改正後は相模単独になるため、相模と江ノ島の切り離し作業は一旦見納めという形になります。まあ、これが3万系 X だと愛称表示があるので、より分かりやすい形になっていたのかなと思います。伊勢原を出た台から車窓の右手側に丹沢の山地が見えてきます。で山の上の方を見てください。ちゃんと雪がついてるんですよね。こういう情景が楽しめるのも鉄道旅行の醍醐味だと思います。この動画の冒頭で3万系 X を指名買いするようにしているという話をしたと思うんですが、その理由の一つにインテリアがあります。でよく見てみるとわかると思うんですけど、間接照明を採用してるんですよね。見た目も非常に優しくなりますし、ふんわり広がるのでいい感じだと思います。座席も最近のロマンスカーと違って分厚くてもっちりとしているのが特徴です。あれ、この列車次新松田に止まるんですね。新松田は特急の停車駅から除外されたはずなんですけど、渋沢を出たあたりから川戸川に沿う形で列車はゆっくりと進めていきます。まあ、結構な急カーブなので、6両編成の一番先頭の車両が現在私の座っている6号車からも見えるというなかなかの急カーブになります。列車は新松田の手前で御殿場線との連絡線区間と分かれていきます。現在では特急富士山号に使われる6万系 MSE、 あとは新型車両の搬入なんかもここを使って輸送されていますね。御殿場線の連絡線はそのまま築堤を登っていき、小田急線の真上をオーバーパスした御殿場線と合流していきます。新松田駅と松田駅は同じ駅扱いになっているので、小田急のフリーパスで松田駅を利用することも可能です。いやしかし本当に新松田は止まるようですね、この列車。いやこれはすごい。はい、種明かしをしていきたいと思います。まず冒頭で意地悪な言い方をしてしまいましたが、1年で2回だけ新松田に臨時停車する特急ロマンスカーに乗るというのが今日のメインテーマになります。まずこちらの新松田駅は2018年3月のダイヤ改正で、向こう側か遊園と同時に特急の正式な停車駅から外されました。しかしそれ以降も2019年2月、2020年2月と松田町で開催される松田桜祭りに合わせて特急を臨時停車させるという格好を取る方となりました。
昨年は例のあれの関係でイベントそのものが中止となりましたが、それ以前から特急箱根号を臨時停車させるという動きがありました。今回のダイヤ改正ではその箱根号の停車の代わりに相模号が臨時停車するという形になったようです。相模号の臨時停車は今回が初めての設定となります。向ヶ丘遊園と新松田が特急の停車駅から外された理由としては、2018年3月のダイヤ改正ではちょうど上り戸に快速急行が止まるようになったり、向ヶ丘遊園始発の準急や急行、地下鉄千代田線直通列車が多く設定されたりと、まあ、はっきり言って向ヶ丘遊園の利便性は大きく向上したんですよね。そこでロマンスカーは快速急行の代わりに停車を取りやめたのではないかと考えられます。また新松田に関しても同じように、松田に停車する特急富士山号が常に設定されていることから、事実上同じ駅として扱われる新松田を停車を取りやめたとしても利便性はそう損なうことはないと判断したのではないでしょうか。いろいろ話している間にあっという間に小田原に着いてしまいました。終点の小田原です。でこの列車が貴重な理由はもう一つありまして、これまで新松田に臨時停車してきたロマンスカーはエクセ、VSE、そして今年のエクセと3連続で列車が変わってきたわけなんですけど、3月のダイヤ改正以降、相模71号自体が MSE 6万系の車両の運用になるわけです。ということはそのまま相模71号が今後も臨時停車を継続するとした場合、 MSE が初めて新松田に臨時停車することになりますと同時に、エクセでの臨時停車は一旦見納めとなる可能性が非常に高いです。あ、こちらはレーティッシュカラーの一線形ですね。残り2編成のみと珍しい存在になってしまいました。こちらすごいですね。相模号の20分後に新宿駅を出たはずのスーパー箱根号がですね、今やってきました。4分差で到着ですね。いやこれはすごい、さすがノンストップ便と呼ぶべきでしょうか。箱根登山線方面の各駅停車とロマンスカー GSE、 そして XE-α が並ぶという光景、一見特急の方が多いというのがなかなか面白いんじゃないかなと思いますと思っていたら、箱根湯本方面からやってきた MSE 6万系がやってきました。こちらメトロ箱根号ですね。ここから北千住まで1本で行ける方の特急です。いやこれはすごいな。小田原駅でまさかの形で勢ぞろいしました。今はときめくロマンスカー GSE、MSE、そして XE-α と、いや本当にすごい光景ですね。これは本当に貴重だと思います。はい、というわけで今回は1年で2回しか運転されない新松田に臨時停車する特急ロマンスカーに乗ってくるという動画でお届けしてまいりました。この動画が面白いと感じた方はチャンネル登録と高評価、つまらないと思った方は遠慮なく低評価をしてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。それでは。